ございました。つんくさんがもう歌えないのでチャランキュー好きなんでちょっと歌ってみました。じゃあ懐かしい曲、工藤静香さんの慟哭お願いします。
の人ですか。ここ一回出てると思う。一回出てリッキーさんだ。あ、ちょでは、アニソンに行きたいと思います。美少女戦士セーラームーンより乙女のポリシー。